文前バーナーの炎バーナーは、気体燃料、霧状液体燃料、微粉炭などの燃料に空気を適量混合して燃焼させる装置。また、その加工。講義には燃焼装置全体を指す言葉として用いられるが、競技には燃焼炎が噴き出す加工を指す。燃料を気体中に拡散させることにより、高温で燃焼させる。常温で気体、液体、 粉体の燃料を用いるものがあり、燃料の発熱量、燃焼速度、目的とする燃焼温度、温度分布などによって構造も異なる。通常は燃料単体では燃焼しないので、酸化剤として空気、または酸素を燃料と最適な比率に混合する気候と燃焼させるための加工を有している。最も身近なバーナーは家庭の台所にあるガスコンロである。 この他では、キャンプなどで利用される小型ストーブが、一般には、馴染みの深いものとなる。産業用としては、ボイラーやガス溶接用の水管、道路工事などに利用される、ガスバーナーなど各所で利用されている。機体燃料バーナーは、液体燃料用と比較して気候が単純である。都市ガス、液化石油ガス、製鉄所複製ガスなどが使用される。また、高温を得る目的で、 アセチレンと酸素を用いたものがある。核酸燃焼バーナー、編集核酸燃焼バーナーは、燃料の核酸作用による燃焼を行う。横混合燃焼バーナー、編集横混合燃焼バーナーは、あらかじめ混合装置で燃料と酸化剤を最適な、比率で混ぜ合わせ、加工で燃焼させるものである。液体燃料バーナーには液体を噴霧化あるいは、気化させるための装置が必要である。 気化装置としては燃焼炎の熱で燃料を気化させるものが一般的である。液体燃料として重油、軽油、灯油、ガソリンなどが利用される。噴霧装置、編集固体燃料を細かく粉砕したものを使用する。粉砕した燃料は粉塵爆発の危険がある。直接式、編集粉砕した燃料を直ちにバーナーに送り、燃焼させるものである。貯蔵式、 編集粉砕した燃料を一旦貯蔵した後に必要量をバーナーに送り燃焼させるものである。分前バーナーフライヤー、オーブン、グリラーなど多くの厨房機器で使用。一時空気率40から70%で二次空気は炎の周辺から供給。主バンクバーナー燃焼方式は全一時空気式で燃焼に必要な空気はすべて一時空気。サラマンダーやオーブンなどで使用。 ブラストバーナー燃焼方式は全一時空気式で燃焼に必要な空気は全て一時空気。中華レンジやフライヤーなどで使用。パルス燃焼式バーナー燃焼方式はパルス燃焼で吸気、燃焼、排気、吸気のサイクルを繰り返す完結燃焼。フライヤーや湯煎機などで使用。ありがとうございます。